デューク・アット・ファーゴ1940は、アメリカ合衆国のジャズピアニストで、ビッグバンドリーダーであるデューク・エリントンが、自身のビッグバンドを率いて1940年11月7日夜から8日の未明にかけて、ノース・ダ・コタ州ファーゴで行ったコンサートを、一般の音楽ファンが指摘に録音した音源を、まとめたアルバムである。エリントン没後の1978年に、初発売され、 1980年の第22回グラミー賞にて最優秀大規模ジャズアンサンブルアルバム賞を受賞した。なお、当日の録音はいくつかのレコード会社から様々なタイトルでアルバム化されたが、本項目では2001年にデンマークのストーリービルレコードから発売された完全収録版を主に扱う。1940年当時、デュークエ・エリントン楽団は、 1920年代から専続契約していたコットンクラブでの演奏活動をやめ、RCA レコードへの吹き込みとホテルやクラブなどへの長期出演、またはワンナイト公演を中心に活動していた。当時の楽団にはバンド結成時から在願しているサックス奏者の夫をハードウィック、ハリー・カーネー、ドラマーのソニー・グリアーなどの重鎮と、 トランペッターのクーティ、ウィリアムス、テナーサクソフォー音奏者のベン・ウェブスター、アルトサクソフォー音奏者のジョニー・ホジス、トロンボーン奏者のローレンス・ブラウン、クラリネット奏者のバーニー・ビガードなどの名手たちがいたが、さらに1939年に加入したベーシストのジミー・ブラントンがもたらす生き生きとしたリズムが演奏に躍動感を与え、この時期のエリントン楽団は、楽団の歴史上最も充実した。 演奏活動を行っていたと申される。1940年11月2日、エリントン楽団からクーティ・ウィリアムスがベニーグッドマン楽団に引き抜かれて退団し、バンドは大きな痛手を受けたが、コンサートのスケジュールが詰まっており、6日にはクーティ抜きでカナダのウィニペグ公会堂でワンナイト公演を行った後、7日にファーゴで予定されているコンサートのため、寝台列車で ノースダコタ州へ向かった。11月7日、ファーゴに到着したエリントンは、同地でシカゴ出身のトランペッター、レイ・ナンスと出会い、すぐ楽団への加入を誘い、その日の夜のレイクインホテルでのコンサートに臨んだ。当夜のコンサートには、エリントン楽団のほか歌手のアイビー・アンダーソンや、ハーブ・ジェフリーズなどが参加し、ホテル内のクリスタル・ボールルームにて、午後8時から、 翌日の午前1時まで数回の休憩を挟み合計5セットの公演が行われ合計で約50数曲が演奏された。当夜のチケットの価格は1ドル80セント。また当日の演奏の一部は11月7日の夜9時から9時30分までラジオ局クバックスから実況放送されている。デューク・エリントン楽団のファンであるアメリカ人の青年ジャック・タワーズと リチャード・バーリスは、1938年頃から、エリントン楽団のコンサートの指摘録音を計画。当時のエリントン楽団のエージェント主である、ウィリアム・モリスと交渉し、商業を目的に使用しないことを条件に、録音の許可を得る。二人は1940年11月7日、レークイクイ・ウンホテルにて、バッテリー方式のポータブルディスクカッターを用いて、 演奏をその場でアセトエイト版にカッティングしていった。しかし、当時のカッティングマシーンは録音ディスクの交換に時間がかかったことに加え、録音機器を1台しか使用しなかったために、曲の途中でアセトエイト版の残量がなくなり、録音が中断されたり、マイクの不調でボーカルの録音が失敗するなどのトラブルが発生し、当日録音された47曲のうち、 ほぼ完全な形で録音できたものは30、数曲であった。デューク・エディントンの没後4年経った1978年、ブック・オブ・ザ・マンスレコードから、この伝説的な録音から部分的に欠落があるものを含め35曲が選ばれ、3枚組のレコードで発売された。ほぼ時を同じくして、日本でもフィリップスレコードで、 より完全な形で録音された27曲が選ばれ、2枚、グミレコードで発売されている。この録音はそれ以後も様々なレコード会社からアルバム化されたが、コンサートから60年経った2001年には、ジャックタワーズの監修により、当夜録音されたすべての楽曲を演奏順に並べ、より原音に近い音質にリマスタリングを施し、ストーリービルレコードからボックスセットで発売された。 日本では1995年にストーリービル版と同一の楽曲を収録した完全版が発売されているが、全基版に比して人工的にノイズが除去されたものとなっており、曲順も一部に移動が見られる。今日、エリントンのファーゴでのライブ録音は、SP 時代における画期的な長時間録音とみなされており、エリントン楽団が最高のメンバーを用していたと言われる。 時期の躍動的なライブドキュメントとしても高い評価を受けている。演奏時間はストーリービル版の表記に基づく。括弧内は作者。イッツグローリーイッツグローリー零時四十四分座ムーチザムッチ五時二十一分アラビアの集長座シェイクオブエリビ二時五十二分セピアパノラマセピアパノラマ一時十五分コ。ココを二時二十分ゼアシャルビー。 ノーナイトゼアシャルビーノーナイト3時9分プッシーウィロープッシーウィロー4時34分チャターボックスチャターボックス3時22分ムルドインディコムルドインディーゴ4時12分ハーレムエアシャフトハーレムエシュアフト3時43分フェ,ーーフェリーボートセレナーデフェリーボートセレナーデ1時34分ウォームバレーウォームバレー3時33分ストンピージョーンズストンピージョーンズ2時42分黒い黒い4時3分 ボージャングルズボージャングルズ4時2分オンジエアーオンザエアー5時8分ランパスインリッチモンドランパスインリッチモンド2時36分チェイサーチェイサー0時12分サイドウォークインニューヨークザサイドワックスオブニューヨーク5時7分燃えるケンザフレーミングソードホ時ネバーノーラメントネバーノーラメント4時21分キャラバンキャラバン3時44分クラリネット ラメントクラリネットラメント3時28分スラップハッピースラップハッピー3時24分セピアパノラマセピアパノラマ5時8分ボーイミーツホーンボーイミーツホーン5時36分ウェダウン4ダインニューオーリンズへダウンヤンダインニューオーリンズ1時28分オーベイブメイビーサムデイオーベイブメイビーサムデイ2時17分ファイブオクロック ホイッスル5クロックホイッスル2時1分ファンファーレファンファーレ0時30分コールオブザキャニオンコールオブザキャニオン1時30分タイトル不明の楽曲アンデンタファイドタイトルオールディスンヘブントゥーオールディスヘブントゥロッキンインリズムロッキンインリズム4時54分ソフィスティケーテッドレディソフィスティケーテッドレディ5時12分コットンテールコットンテール3時3分をイスパリンググラス ウィースプリンググラス2時30分コンガブラバコンガブラバ4時7分アイネバーフェルトディスウェイビフォーアイネバーフェルトディスウェイビフォー5時26分アクロスザトラックブルースアクロスザトラックブルーズ6時44分ハニーサックルローズハニーサックルローズ5時8分ワムワム2時46分スターダストスターダスト4時16分リオグランデのバラローズオブザリオグランデ3時34分セントルイスブルースストリート ルイス・ブルーズ5時39分ウォームバレーワームバレー、レイ51ゴッドブレス、アメリカゴッドブレスアメリカ0時28分ファーゴでのコンサートに出演中のエディントン楽団。右から、ブラウン、カーネー、ティゾール、ナントン、グリアー、ウェブスター、ジョーンズ、ナンス、ハードウィック、スチュアート、ホジス、ビーガード。アイビー・アンダーソンが歌った楽曲は収録曲リストの11。 27から29,44,45の6曲。ハーブ・ジェフリーズは6よび39を歌った。第1セットは、収録曲リストの1から12までの12曲。第2セットは13から18までの6曲。第3セットは19から33までの15曲。第4セットは34から39までの6曲。最終の、 第5セットは40から47までの8曲であった。ラジオでは収録曲リストの4から12までの9曲が放送された。アルバムのタイトルは、デューク・エディントン・エーティ・ファーゴ、1940ライブで収録曲リストの2、4から13、15から17、20、21、23から29、34から45が収録され、アメリカの評論家、 レナード・フェザーの解説と東野の公演での写真を含む9ページのブックレットが付いた箱入りのレコードである。アルバムのタイトルはザ・デュック1940ライブ・フロム・ザ・クリスタル・ボール・ルーム・イン・ファーゴ ND で収録曲リストの2、5、7から10、12、13、15から17、20、21.23から29、34、35、37 38、43から45が収録され、野口久光による解説書が付いたダブルジャケットのレコードである。ありがとうございます。